さあ日本の織田信成です。2006年の四大陸選手権チャンピオン、バンクーバーオリンピックでは7位入賞です。ストーン、2010年から11年シーズンのショートプログラムのナンバーです。織田さんの代表的なプログラムの一つと言ってもいいかもしれませんね。トリプルサルコ、和をモチーフにしたこの曲です。トリプルトーループ、トリプルトーループ、高さがありますね。引退してから2年が経っているとは思えないキレを見せます。織田、このスピンも素晴らしいと思います。場内からは手拍子。その当時の初々しい気持ち、もっと上手くなりたいという気持ちをこの曲で思い出すんですと織田は話しています。終わった後にはファンの皆さんにかっこよかったと思ってもらいたいと話していましたが、間違いなくファンの皆さんもそう思ってるでしょう。スタンディングオベーションも今江上さん怒ってますね、はい、もしかしたらこれは初めて見る方もいらっしゃるかもしれませんが、本当にこう若々しさだったり爽快感というものも感じますよね。この織田選手の織田さんのスピーディーなスケーティングにとても合った選曲だったと思います。これまた見たいですね、今回だけじゃなくて。